医師。医師とは、一般的には、首吊り師を指す。紐や縄など、以下削除物を首にかけて、地震、または、他人の体重によって、首、頸部が圧迫されることで、呼吸や、脳の血流が阻害され、脳や臓器に回復不能な機能障害が起き、意見、結果として死に至ることを医師と呼ぶ。固定された。 削上のに首をかけ本人の体重で頸部を斜めに圧迫すると頸部の動脈、首動脈と椎骨動脈、指揮官などが強く圧迫され脳拒血または窒息状態となる。これらにより血液または酸素が脳に供給されなくなり中枢の機能が停止し絶命に至る。このことを法医学では異形、異形、一系と呼ぶ。 多くの場合、自殺に用いられる。必ずしも足が完全に地面から浮いていることは、要さず、足や尻をついた状態でも意思は成立し得る。否定形位定。高手形における首吊りは、高手台を使用し、高所より落下するエネルギーを用い、その衝撃で、頸椎損傷などを起こし、即、意識を失い、確実に死に至らしめる。頸骨骨折で即死する場合もある。 ラットやマウスの殺処分方法である、頸椎脱臼と理屈は同じである。過去の歴史や、海外の公師系では、こうした、落下式ではなく、首にかけた縄を引き上げる方式も存在する。通常の首釣りの場合でも、頸動脈動、首動脈動が圧迫されるため、頸動脈動反射、首動脈動反射によって、急激に血圧が低下し、痛みも苦しみもなく、 平均で約7秒で意識喪失に至る。この首動脈動反射が起きるため、首吊りは安楽な自殺方法であると言われる。完全自殺マニュアルでは身も蓋もない結論を言ってしまうようだが、首吊り以上に安楽で確実で、そして手軽に自殺できる手段はない。他の方法なんか考える必要はない。と書かれている。 さらに首吊り自体が苦しくない転居としては首吊り芸人というものあり、これはサーカスなどで芸人がゆっくりと首を吊ってみせ、意識を失う前に助手に合図して外させる芸で、イギリスでは定番芸だった首吊り芸人。ロシアの作家ドストエフスキーの作品には意思の描写が多く、悪霊で縄の滑りを良くし円滑に意思するための工夫として、 縄と首にべっとりと石鹸水を塗りつける描写がある。ただし逆に、この首動脈動から圧迫箇所がずれてしまうと、窒息で意識を失うまで長く苦しむことになる。しかし、通常首つには角度がつくため、首動脈動から圧迫箇所がずれるということはまずい。もちろん、手で首を締められた場合は、首動脈動からずれることもあり、その場合、 苦しんで意識を失うことになる。日本では自殺の大半が首吊りによるものである。第三者の発見や紐や縄が切れた外れたなどの理由で未遂の場合は脳細胞の破壊により重篤な脳障害を残す可能性がある。失神ゲームや首吊りを何言い、あるいは作業現場の宙吊り、乳幼児の不足事態などで事故として意識する場合も稀にある。 一者の警部に残る、警部を絞り作した縄作の跡を、移行、移行または、削状の跡なので、削状根、または、削根という。削状根、削根のうち、明らかに溝状に勘応しているものを削根と呼ぶ。ただし、医師の場合に、必ず代表に現れるわけではない。例えば、着衣の襟に、または警部に巻かれた襟巻きの類に隔てられ、 あるいは用いられた普遍の性質によって、肉眼的には表皮の変化は半然としないことがある。しかし、すべての場合、死亡に至る圧力が加えられた箇所には、顕微鏡的検査により組織破壊が確認でき、また、ほとんどの場合、解剖により、皮下の脆弱な組織に肉眼的に確認できる損傷が観察される。皮下組織に頸部を回る移行の走り方はにある。 首吊り後、早くに脱出あるいは救助されれば、ほぼ後遺症を残さず、生き残れる可能性もあるが、脳血流停止後3から4分を超えてからは、高事能機能障害や麻痺など中枢に関与する様々な後遺症を残す、脳性が高く、また、頸椎、頸髄などに物理的な損傷が加わっていれば、さらに後遺症を悪化させる要因になる。 ムード歌謡歌手のフランクガ井は、1985年10月に首吊り自殺を図り、一命を取り留めたが、懸命のリハビリテーションにもかかわらず、自分の名前の読み書きはできる、かつての自分の持ち歌を、カオケで歌える、散歩はできるといった程度の回復が限界で、見舞いに訪れた友人の識別ができないなど、重篤な工事の機能障害による、記憶障害や麻痺などを残していた。 首吊り自殺の現場はいくらかの時間を経て誰かに目撃、発見されることになるが、目撃、発見者は大きなショックを受けるため、PTSD、心的外傷後ストレス障害や脅迫性障害などの様々な主な精神障害を発症する場合が多い。もちろん、実際の目撃、発見者以外も自殺当事者に関わったことのある人々も、 その事実を伝え聞いた時非常に大きなショックを受け、トラウマや在籍感、大きなショックなど様々な心理的苦痛に圧倒され、PTSD、うつ病、不安障害、起死燃料などの深刻な精神障害、疾患を患う場合が多い。縄、紐などの削除物を巻きつけて、頸部を水平に圧迫し、軌道、口頭から気管を含むを閉塞させることで呼吸が、 できないようにすることを、法医学では、絞り首、後継と呼ぶ。絞り首による死を、絞り死、後死と言い,い、絞り首による殺人を考察という。絞り首による自殺、自絞り死の例は稀であり、結び目を作ったり、機械的な動力を利用して、指名上げを補助したりるなど、意識を失っても削除物が緩まないための何らかの工夫を伴う。 手や腕で警部を圧迫することを薬刑と呼ぶ。薬刑による死を薬師と言い、薬刑による殺人を薬殺と言う。薬刑による自殺はまず不可能である。これらは医師ではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。